前の奥さん寝る前にフールーかなんかでコナン見てて解凍キットの回見ててなんか解凍キットがなんかこう空を歩くみたいな回あったのよそれでどうやってそのトリックしたかみたいなこうあのピアノ線的なの縦と横へ透明の釣り糸で歩いてみたいなでそれで喋ってる声はあのこうビルとビルの間をこう見えない糸を通して歩くんだけど。 喋ってる声はポッケに入れてたテープレコーダーから出したんですねみたいな感じで言ってていやそれは聞こえない聞ここええなないいと思って <laughs> それはもうねキック力をね靴の目盛りを上げてさ増強するやつだからさそう,そういうリアリティラインでやってるやつだからそこ野やだから言うなと思うけどなんだろうねあのキック力を増強するとか声を変えるとかあの辺は乗っかれんだけど。 ポッケにテープレコーダー入れて、それの音を周りに聞かしてたみたいなぐらいだと、いや、それは違うじゃんかって思っちゃう感じわかる。もう、ね、胸張って嘘ついてもらえるなら乗っかるんだけどっていう、ちょっと小声で言われるぐらいの感じだと引っかかるなっていう。尺短いと設定雑になるこの。キック力増強シューズ、あれ足つぼ刺激してんだ <laughs> え、ほんと嘘でしょつぼなのあれ。 マジでえみんなびっくりしなかったそれえあれなんかさそうそう電気消れてバチバチってなってこの古足に対してなんかきこの靴自体がすごくなってみたいなさバチバチバチってなってあの電気で足つぼしてんだあれありがとうおもろすごい理論教えてくれたなしかもリアルでもなえマジで リアルでも足つぼを押すとキック力強くなるのえじゃあ俺試合前に俺選手全員の足揉んであげたいんだけどさそれ蹴る瞬間だけじゃなきゃダメかあれ足つぼ押すの映画でよくやるけど次からああ足つぼ押してるんやーってな <laughs> 足つぼなんだ鍼灸院で針に電気流すかねああ 奥の筋肉を揉んでくれてる感じ、ね、あるもんねああったねツイッターで笑ってるもんだあの千円札でタバコ買っただけでねおかしいなみたいな千円札でタバコ買うかなみたいなやつ <laughs> 買うだろうっていうやついやするルしないっすよ集休学まで買ってそのスパチャまでしてくれた全部の手順踏んでねやってくれたわけだからあそれでいうと俺今日紹介しようと思ってたんだみんなちょっとごめんねあのアセラの試合中で <laughs> 今日手話も東京見に来てくれた作詞さんっていう漫画家の方が描いてくれたんですよね <laughs> ありがとうございますねありがとうございます <laughs> 行ってきましょう嬉しいですねありがとうございますめちゃくちゃ嬉しいどっかに置いときたいけど いや違うと思うんですけどね、そのハロルド作一さんと顔が違うんで、多分尊敬しててペンネームを解釈しがから、ちょっと見てたらコメントください。さあっ、作一さだめさん、ありがとうございます。今日はありがとうございました。このね、これ書いていただいた方、ありがとうございます。そう僕はゴリラマンのハロルド作一先生ではありません、ね。漫画志望の田端のおじさんです。これからも応援してます。皆さんも手話を見に行きましょう。ありがとうございます。本当 なので今日はね、新しい戦術に取り組んだ選手たちを見てくださって、いや、でもめっちゃ、うん、頑張ってくれたけど、まあ今日ぐらいででも褒めちゃいけないでしょうね、監督が。もっとやれますね、うちの選手たちいや、本当ありがとうございます。大事にさせていただきます。もうこれ、終わるやいないや寝るんで、このハーフタイム中とか、ちょっとご飯食べちゃうけど、それは許してください、ごめんなさい、なんか、調子乗ってるわけではないんです。 いや、何で炎上するか分かんないからな。てか、炎上の捉え方もさ、この間、箕輪さんと、ね、漫画の打ち合わせというか、うん、アイデア出しで会った時に、レオさん最近炎上しましたと言われて、え、多分してないんじゃないですかみたいな。多分なんだけど。いや、レオさんがすげえ炎上してるって今言われてますよ、みたいな。あれ、ただ今、今、バズってるみたいなことっすかみたいな。すげえ炎上してるって言い方したら、多分バズってるってことっすね、みたいな。 も炎上が広く捉えられてるな、みたいな。盛り上がったら全部炎上。そう、美濃さんがサッカー漫画作りたいって言ってくれてね。そう今度、打ち合わせしに行きますね。形になればいいですけどね。もうやりたい漫画の構想終わって、こういう漫画作ってくださいって皆さん言ってくれてるんですけど、それ系のやつは一個も作んないですね。はい。なんか、売れない可能性バンバンあるけど、あ、そうなんですよ。本当僕、逆算が下手で。 なんかこうでこうでこうだとうまくいくんじゃないかみたいに作った動画はダメで、もう俺がやりたいだけで作った集休学が、まあ本当門角川さんのおかげですけどね。なんかもう全くこびない内容をできるだけわかりやすく書きたいみたいな話したんですよ。だから、この、本当に教科書みたいな、こう、学問書みたいにしたいって言ったらそれをやらせてくれて、でもそれが一番売れたじゃん。他のポップな本よりも。うん。だから、次の漫画も僕が、まあ、レオザ学園内では昔アイディア話したことあるんですけどね、こういうのやりたいみたいな。 したら美濃さんもそれねあのいいっていうにこの間この間っていうか言ってくれてるからそれを詰めに行きますマーケットアウトプロダクトインマーケットアウトだよねあれマーケットインプロダクトアウトだっけなんかもう逆に英語にすると遠くなるからなんかこう市場調査から逆算して作るみたいな形じゃないってことですね 今シュアーだと僕のアイディアを現実的にそこまでできるそこまではできないっていう風に判断してくれる笠原君とかレンとかいたり、ね、あの練習メニュー急に変えても一生懸命頑張ってマーカーとか並べ直してくれたり、うん、そのえボールとか拾ったりしてくれる太田さんとかあだっちゃんがいたりとかするから、まあ、1人じゃできないだからこの本とかもね僕がやりたいってことをねこう編纂してくれてるね構成してくれる木崎さんとかこの担当者の方とかいますから。 担当者の、こっちの担当者の人も笠原さんって名前なんで、そう、笠原と相性がいいですね、僕。<laughs> 全国の。で、ね、今日もかなり走らせたんですけど、選手のこと練習で。ただこれ、練習で走っとくと試合楽なんですよね。もう物量作戦の、クオリティを上げれないじゃん、週2の練習でなかなか。うん。だけど、量は上げれるからね。上手くなってないんだけど、めっちゃ走れるから判断良くなって上手くなったなってパターンを今狙ってますね。 私、レオザフットボールが監督を務めるシュアボ東京では、毎週水曜、金曜、19時間の練習でセレクションを開催しております。場所は都内近郊。シュアボ東京で25万人以上に見られながら、報酬をもらって本気でサッカーしませんか多くの関係者が見るチャンネルですし、シュアボから J リーガー排出を目指す僕らとしては、ステップアップも大歓迎です。概要欄の URL からのご応募、お待ちしております。